もこんにちは、ベースライン研究所のタペです。前回ですね、ダークグラスのハーモニックブースターについて目で見る機材レビューやっていきました。今回ですね、その前回の動画の続き、ブースターとして使っていく方法について解説していきます。まずブーストっていうのは何かっていうと、こう持ち上げるとか強化するとかね、押し上げるとかね、そういうような意味になってますね。ブースターっていうのはその名の通り、音量をね単純に上げるとか、あとはねその特定の帯域をピンポイントで上げて、でそういう音色をね変えていく、歪みの質を変えていくっていうような役割というのがブースターというものです。なのでね、ブースターっていう言葉で書かれてなくても、ブースターとして使っていけるものっていうのはいくつもあるんですよね。例えばこういうプリアンプとかでも、そのプリアンプとプリアンプを組み合わせることによって一つをブースターとして使っていくこともできますし、他にもね、こうオーバードライブとかね、ちょっとゲインがこう上がっていくタイプのね、ペダルとかをブースターとして使うっていうのも、できますし、あとはね、もうイコライザーという名のついている本当に周波数と、ね、ボリュームと変えられるようなものをブースターとして使うとかね、いろいろね、そういう風にブースターっていうのは何かしらそういう増幅させる機能を持っているものであれば代用は効くんですね。だから必ずしも名前にブースターってついてなくても、役割としてそれぞれの機材を使っていくってこともできます。ただ今回ね、こうハーモニックブースターですね、やっぱブースターっていう名前がついている価値がね、どれほどのものなのかっていうのをね、今回のね中で説明していきたいと思います。でですね、ブースターってね、どういう時に使っていけるかっていうと、一つの機材として常時かけっぱなしっていう風にも使っていくことはできるんですけども、こちらのねスイッチをオンオフすることによって音量をね一時的に上げる、曲中の中でパッとねその足で操作して音量を上げたいとか音色を変えていくっていうように使っていくのが、いわゆるブースターとしての役割になります。だから例えばこうベースソロの時にポチって押してベースソロの時だけ音量を上げるとか、あとはその曲調に合わせて A メロから B メロに行くときに、その B メロではちょっと歪み量を増したいとかね、そういうような使い方をするのがブースターの役割です。だからそのプリアンプのね、ここの歪みを上げればいいじゃんとかっていう話ではなくて、曲中で瞬間的に変えていくために別物を用意しておくっていうような考え方なんですよ。だからその音量とかを別にこれ1個で賄えるじゃんっていう話ではないっていうのが、今回のこのブースターとしての役割です。だから本当に実践的な使い方ですよね。それがブースターの機能になります。一括りで、ブースターって言っても、その音量を上げるのか歪み量を足すのかとかね、使い方によってね接続方法っていうのがね変わってくるんですよ。だからね、その組み合わせとその接続順番とかで全然用途がね若干変わってきますので、それについてもね今回ね機材をね並べ替えながら解説していきたいと思いますので、最後までぜひぜひご覧ください。それではレビュースタートです。どうぞ。はい、それではやっていきましょう。今回もね、4弦のね、パッシブの PJ タイプのベースから機材の方につないでいって、オーディオインターフェースでね、パソコンに録音して、パソコンからスペクトラムアナライザーというのを起動して、周波数のね、変化っていうのを見られるような状態にしております。はい。で、今回はですね、こちらの接続順いろいろね、今後変えていきますので、今ね、まず現状としてはこういうようなつなぎ方になっていきます。じゃあ、まず最初にですね、ブースターといってもですね、いろんな役割があるんですね。単純に音量だけを上げるっていう場合の使い方もあれば、その歪み量をね増やしていったりする、歪みをプッシュするなんて言ったりするんですけど、そういうようなね使い方もしていくことができるんですね。で、最初はまずクリーンブースターっていうような使い方でやっていきたいと思います。クリーンブースターっていうのはですね、そのまま音量アップするっていう、ただそれだけのことなんですが、これはねちょっと前回の動画でも言ったんですけど、回路を通った上で同じようなベースの特性を殺さずにね、そのまま音量だけを純粋に上げるっていうの、これはこれでねまた結構すごいことなんですよね。音量を上げると音色も変わっちゃうなんてこともあると思うんですけど、このクリーンブースターというようなものがあると、音色を変えずに音量だけを上げるっていうことができるわけですね。ここだけをね、ブーストで使うって感じですね。あとは全部フラット。で、このキャラクターは0に回し切る、左側に回し切ることで、特性がフラットになりますので、こちらはね、完全に左に回し切ってます。この状態だと、こういう感じの状態から、もう単純に本当に、単純にこう音量だけが上がるっていうような感じですよね。音のなんか変化っていうのを感じるっていうよりは、音量がそのまんま上がってくれてるっていう、それが価値だよっていう風に捉えてください。クリーンブースターとしての使い方を応用すれば、こちらで普通に歪みの音を作ったとしますね。ちょっとジャッキジャキのこう歪みの音を作ったとします。で、この作った音をそのまんま作った音色を変えずに音量だけ上げたいっていう場合は、これ使うといいですよね。
まあ、こういうようなね使い方になりますよね。まあ、これはクリーンブースターとしての使い方ですね。ポイントはこういう何かしらとセットで使うときは後ろ側にねこのハーモニックブースターを置いていくっていうのが大事です。というのもこの歪みとして使っているペダルの前段階につないじゃうとですね、前段階の音量が上がるんですよね。で前段階の音量が上がるってことはここに入ってくる量が増えちゃうんですよ。で入ってくる量が増えるってことは歪み量が増しちゃうんですね。だから歪み量、音色を変えずに音量だけを上げたい場合というのは最後の最後のところでボリュームを上げるっていうのが大事になります。でもちろんクリーンブースターなんか使わずにここのねマスターで音量上げちゃえばいいじゃんっていう話にもなるんですけども、こういう風にクリーンブースターとして使いたい場合っていうのはやはりそのライブ中とかね、どうしてもこう足で操作しなきゃいけない時にピッてねスイッチ一つで音量が上げられるというのが価値になってきますので、ライブ中にその音色を変えずに音量を上げたいっていう時でもなければ、まあこの使い方ってあんまりしないかなとは思いますね。ただまあこれだけであればね、別にあのイコライザーとかでも全然代用できるので、まあね、せっかくなんでねこのハーモニックブースターそのもののキャラクターをね利用してこの前段階、歪みの前段階につないで歪みの質をね変えていく、歪み量を増していくっていうような使い方をしていくのがやっぱり一番いいのではないかなと思いますので、接続の順番を変えてやってみましょう。はい、それではですね、今度はね何かしらの歪みペダルの前段階にブースターを置くことによって、まあね、ゲインブースターとかミッドブースター、トレブルブースターなんてね言ったりするようなこう歪みのね音色を変えていくような使い方をしていきたいと思います。まずはじゃあこっちの歪みの音をね作っていきましょう。歪みの音を、まあ、今回ねあまりじゃあ歪ませない状態で、ここはドライブなのでね、これはあまり歪ませない音っていうのを作ってみたいと思います。ちょっとゴリッとした感じの状態ですね。そんなにシャリシャリしてないような感じですね。こういうような状態から、例えばキャラクターを全開にしてこのドンシャイの補正を入れることができますので、でこれ入れつつちょっと音量が上がりすぎちゃうのでブーストをね控えめに、はい、ちょっとね同じフレーズで弾いてみましょうか。ブーストすると、まあ、こんな感じでねドンシャリのブーストをかけているので、あのエッジがね立ってきたようなね、そんなようなね音色の変化が見られたのではないでしょうか。まあこういう感じの使い方もできますし、もちろんこうブースターとしてねこうゲインアップっていう感じでね使うこともできますね。これがさっきの通常の状態、この状態からゲインアップすると、こういうような感じになりますね。今単純に音量を上げただけなんですけど、この時さっきの後ろにつないでいた時との違いっていうのは、後ろにつないでいた時っていうのは音色を変えずに音量を上げるっていう状態だったんですが、前段階で原因を上げると歪み量を増しつつ音量を上げることができるんですね。うん、そういうような使い方もできますね。だからこれはゲインブースターっていうような使い方ですよね。キャラクターをねこっち回し切ることによってドンシャリブースター、まあドンシャリブースターなんて言葉はないんですけど、こちらのハーモニックブースターの特性を生かしたドンシャリのブーストをかけていくことができます。他にもねミッドゲインっていうものをねうまく使うことによってミッドブースターっていうのにも使えます。もともとのねこの B7K っていうのはこちらちょっとブーストしない状態だと結構ドンシャリ色が強い音なんですよね、もともとがね。こういうような、ね、ドンシャリ色の強いものなので、あえてプッシュするときミッドを、ね、ゲインアップする、ね、この500あたりをゲインアップしてみましょうか。がっつりとゲインアップしてみましょうか。まあ音量的には、ね、あんま変わった気しないと思うんですけど、音色が全然変わりましたよね。
ちょっとねギターっぽい音色というか、まあそういうような変化がありますよね。で違う場所をねちょっとねゲインアップしてみましょうか。でこういうその EQ の特定の帯域をアップしていくのも、まあミッドブースターとかトレブルブースターなんて呼んだりします。じゃかなりこう高音域の方をねブーストしてみましょうか。まあ、こういうような感じでね結構抜けるようなねサウンドになってきますよね。じゃあついでにこうトレブルもねがっつり上げてみましょうか。まあもうここまで来ちゃうとねあんまりベースらしくはないんですけど、ちょっと極端なね音作りやってみました。まあこういう感じでね音をねブーストしていくことができるわけですね。だから歪み今ね全開マックスなんで、こう B7K の今限界値の歪みなんですよ。それにさらにこうドンシャリでね B7K の特性をさらにプッシュしていくっていう使い方も考えられますよね。B7K の元々の歪みはこういう感じのからプッシュすると、こういうような使い方もできますね。だからそのドライブを浅くかけている状態からブースターを使うことでドライブの効いた状態にしていくこともできるし、ドライブをねガンガンかけている状態からもう一声一つの機材では出せないドライブ感まで持ち上げていくっていう使い方なんかもできますよね。まあ、こういうような、ね、使い方がブースターっていうような使い方になります。だからゲインブースターとして使う場合は音量も上げつつ歪み量を増していくような使い方っていう風にもできますし、こうピンポイントでね帯域をね選ぶことによってミッドブースターとかトレブルブースターなんて呼ばれるようなちょっと違う音色をね作り出していくっていうような使い方もできます。じゃあね他のねプリアンプと組み合わせてちょっとやってみましょうか。じゃあ次はですねヴィンテージウルトラというものを使ってねやっていきます。これはですねさっきのね B7K の兄弟機にあたるものなんですけども、ちょっとねこの特性が若干違ってこっちの方がねミッドレンジがね広いというかね、こうあんまりこうドンシャリなんですけど、こう M 字のね M の部分がここね中域がそんなにガッツリ削られないというようなのが特性になってますね。まあ、こういうような、ね、音になってます。はい、これねドライブかけてもドンシャリにはならないですね。まあ、こういう感じでねそんなにねがっつりと真ん中は削られないようなものになってます。まあ、こういうね違う特性のものをあえて使うことによってこちらのドンシャリキャラクターが生きてきますよね。で逆にこう最初はドライブあまりかけない状態で、まあこういう状態からブースターを使ってキャラクターを最大にしているので、こうドンシャリプッシュをかけていくわけですね。まあこういうようなね使い方もできますよね。だから完全にクリーンだとちょっとその曲調的な音色で言うとちょっと物足りない感じがする。だから若干ドライブはかけるんだけどそんなにがっつりかけたくないみたいな、こういう風にがっつりはかけたくないっていう状態の時は浅めのドライブにしますよね。ね、こういう浅めなドライブで使ってて違うメロに入った時にブーストかけていくみたいなね。
こういうような感じでね、こうメロに合わせてね、ドライブ量を変えていくみたいな使い方もできますよね。かなり効果的な使い方ですね。でちなみにこの2つ、ハーモニックブースターとヴィンテージウルトラを使ったメロごとのね、音色の変化っていうのはね、私がね、この前出した演奏動画のレッチリのね、バイザウェイでね、使ってますので、ぜひね、そちらの演奏動画もね、ご視聴ください。で今度はじゃあダークグラスから離れて別の機材でね、やっていきたいと思います。はい、次はですね、まあ結構ね代表的なプリアンプであるサンズアンプですね。サンズアンプの特徴としてはですね、やっぱりこちらも結構ねやっぱドンシャリ特性が強いんですけど、結構まあダークグラスに比べると歪みがねもうちょっとあっさりしててゴリゴリいくような感じで、結構ね低音がね太く出るんですよね。だから場合によってはねちょっとねもわつきすぎっていう感じる方もいるかもしれませんが、まあこういうようなね特性を持っているプリアンプですね。でこれドライブめっちゃかけてもそこまでがっつり歪まないです。さっきのダークグラスの方がちょっとシャリシャリとしたようなドライブになるかなと思うんですけど、あんまりね私の印象ではサンズアンプはあんまり歪まない印象ですね。じゃあこのサンズアンプにハーモニックブースターでブーストかけるのであれば、まあやっぱ例えばこのね元々のこのサンズのこのドンシャリ感にプッシュしてはっきりとした M 字をプラスしていくのもありかなと思いますので、こういう感じでね、っていうような感じの音からブーストをかけて音量も上げてみましょう。まあ、こういうようなね変化を加えていくこともできますよね。スラップとかね、まあ、こういうような感じになると思うんですけど、これねブーストかけるとこういうような感じでね、増してきますよね。ただやっぱりサンズアンプ比較的低音が出すぎちゃうので、こっちのブースターを使ってね、低音を抑えめにするのがいいかな。高音域がちょっと強すぎるなって思うのであれば、トレブルをね、下げて。まあこういうような感じでね、さらにエッジを強くするみたいなね、使い方で使っていくと、このサンズアンプとの組み合わせなんかでも結構ね、いい感じになりますよね。例えば、歪み付きのプリアンプとかで、スラップの時だけバキバキにするみたいなのにすることもありだとは思うんですけど、そうすると歪みになっちゃうので、ちょっとね、歪みがくどくなりすぎちゃう場合もあるんですよね。でそういう場合に単純にこちらでプッシュする感じにして、サンズアンプの歪みの特性を強めていくっていうような使い方っていうのも、まあ、一つね考え方としてはありですよね。歪みだらけになっちゃうみたいなことを防ぐことができますよね。ブースターの良さっていうのはそういうところにもあります。じゃあ最後にね、プリアンプ以外オーバードライブとかね、そういう別の歪みでも使っていきますので、また違うものに切り替えて見ていきましょう。ではラストはね、ODB3 ってベースオーバードライブってね、まあこれはさっきまでプリアンプと呼ばれる機種の歪みと組み合わせてたんですが、もちろんこういうね単純にシンプルにね歪みペダルというものと一緒に使っていくこともできます。ODB3 ね、まあ、原因も全部ちょっとフラットな状態で今鳴らすと、まあね、今までの歪みに比べるともうシャリシャリしているような印象ですよね。こういうようなね、歪みも曲によってはかなり合うかなとは思いますけど。まあ、レッチリのね、イントロの部分なんかでもね、使われてたりしますよね。まあ、ここでね、使われてたりもするんですけど、まあ、こういうようなね、音色ですね。で、これに、まあ、プッシュしてみましょうか。このハーモニックブースターらしさが出るのが、一番このキャラクターだと思うので、キャラクターを足してみましょうか。かなり出すぎちゃうのでちょっと調整しましょうか。ゲインとトレブルを調整して、まあこういうような感じでね、かなり歪ませた状態からさらにプッシュするっていう使い方もあれば、先ほどのように、ね、最初は浅めのゲインにしておく。
結構浅めにしてる。まあ、こういう状態からもう歪ませモードにしていく、ね、このね、こういう歪み系は高音域もねガンガン出てるので、ここのトレブル上げると結構刺すようなね、鋭いような空気の感じがすごい出ますよね。ね、こういう感じになりますよね。ミッドをねブーストするとどうなるか、ちょっとキャラクターをフラットにしてミッドブースト。また違うキャラクターが作れますよね、こうするとね。まあこういうようなね感じにも使っていくことはできます。まあこんな感じでですね、まあ全部が全部ねブースターだからといってゲームも何もかも全部ブーストするっていうよりは、うまいことね出したいところと、出さなくていいところっていうのをうまく調整しながら、使っていくのがいいかなと思いますね。そんな感じで、今回のねブースターとしての使い方以上となります。はい、いかがでしたでしょうか。今回ね、ブースターとしての使い方っていうことでね、こちらハーモニックブースターを使っていろんなね、方法で、やってみました。いずれにしてもね、やっぱこのスイッチオンオフすることによって音量を上げていく、まあ、もしくはこの歪みとかね、音色を変えていくっていうのがブースターの役割なんだよっていうことをね、まずは理解しておいていただければいいんじゃないかなと思います。はい。で、最初にもね、言った通り、ブースターって名前がついてなくても、ブースターの代わりになる機材っていっぱいあるんですよね。もう一度おさらいで言うと、そのプリアンプとか、他のオーバードライブとかの歪みペダルだったりとか、まあ、あとはねイコライザーもそうだし、あとねコンプもね結構ねそのゲインアップでね使う役割をね持ってたりするので、コンプをねブースターとして使う場合もあります、うん、というような感じでいろんなねものをねブースターとして使っていく方法ってあるんですよ。だからいろんな代用品があっていいですし、あとその他のでも、ね、全然気に入ったものをね使うのが一番いいと思うんですけども、こちらのハーモニックブースターを選ぶポイントとしてはですね、まあ、ダークグラスらしいやっぱドンシャリサウンドですよね。ここのキャラクターをこっちのねフルに回し切った時のこの B7K っぽいねこのドンシャリサウンドですよね。ドンシャリサウンドのその補正をねもう簡単にここでかけたいっていう場合なんかはこちらかなりやっぱいいですよね。ダークグラスっぽくなるっていうね、他の歪みペダルもダークグラスの B7K っぽくなる。あとはですね、まあ、基本的にはフラットな原音に忠実な、プリアンプになってますので、スイッチを押した時に余計な味付けをしてほしくないという人はこういう元々がフラットなブースターは結構おすすめですよね。それは別にあのいい悪いではなくて、通すことによって音が変わってしまうようなタイプのものはベース本体の味付けしてない音を変えていくわけじゃないから、ちょっとね嫌がる場合もありますよね。あとなんかそのメーカーによってこういう音するよねみたいなのに何も設定する前から変わってしまうっていう場合はあんまりやっぱピュアではないので、そんなねピュアな状態から自分好みにこうやって変えていくね、ことができるのは、まあ、これの強みかなとは思います。でですね、まあ、もう一つはやっぱこのフリーケンシーですよね。ミッドのフリーケンシーが 250Hz から 2.5kHz まで結構幅広くね、設定できるので、こうピンポイントでね、どこをブーストするか、まあ、もしくはカットするかっていうのをかなり選べるので、自分好みにね、細かく設定したい方はかなりおすすめかなと思います。逆にですね、もっとコンパクトなブースターが欲しいとか、あとはね、もっとシンプルなね、もうこんなにつまみいらないよと、1、2個でいいんだよっていうようなシンプルなものが欲しいとか、あとはもう繋ぐだけでも音がリッチになるとか、繋ぐだけで音がすごくなんか良くなった感じがするとかね、そういうようなね、ものが欲しい方はこちらはあまりおすすめではないかなと思います。機材の相性ってやっぱりありますので、私のね、こういう持っているベースと皆さんが持っているベースも違いますし、あと演奏スタイルも違ったりするし、目指していく好みの音とかも違うと思いますので、必ずしも、ね、全部が全部おすすめっていうわけじゃないんですけど、まあ、こういうような基準でね考えていただけるといいのかなと思います。はい、それではね今回のねこの
ね、ダークグラスのハーモニックブースター2回に分けてね解説していきましたが、解説以上となります。今回のね機材レビューを参考にしてみてブースターっていうものをね使ってみるのもいいかなと思いますのでぜひ、取り入れてみてください。個人的にはね、まあ、今ご自身がその、まあ、単体で使うっていうよりやっぱり今持っているペダルをもう一段階ねこう演奏中にね音色を変えていくとか自分独自のサウンドをね生み出していくとかねそういう風にもう一段階上の音作りをしていくために導入してみるのもいいのではないかなと思います。それではね今回の動画は以上となります。この動画気に入っていただけましたならば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また質問やリクエストなどもお待ちしておりますのでぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。そして感想や励ましのメッセージなどもお待ちしております。一言とかでも全然構いませんのでコメント欄に書き込んでくれると非常に嬉しいです。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。ベースライン研究所のタペでした。